うわぁ、こりゃ一体あんたのドラゴンなのか。僕のってわけじゃない。なぜか言うことは聞いてくれるんだけど。ドラゴンね、そうか。確かにこいつがあれば帝国とも戦える。帝国と戦うだって？まさかお前もクレイメンの？ちょっと待てよ。人違いだって。クレイメンのなんかじゃない。俺はシーカーだ。シーカー？洞窟集団の？おいおい、人聞きが悪いな。俺たちが洞窟者なら帝国だってそうさ。あの宝の山が奴らのもんだって誰が決めた？そのシーカーのあんたがなぜこんなところに？仲間との合流地点に向かってたんだが、近道をしてたらあいつに襲われてな。助かったよ。で、ついでと言っちゃなんだが、俺をそこまで運んでくれないか。いや、何、そう遠くはない。カイナスの村って言って、ここのすぐ南さ。そんなに警戒すんなよ。一人旅には慣れてないんだろ。力になるぜ。わかった。だけどその村に行くだけだ。ああ、十分十分。ああ、自己紹介がまだだったな。俺の名はガッシュ。本名はスキアド・オプス・ガッシュって言うんだが。ああ、ガッシュでいい。こう見えてもこの辺りの情報には詳しいんだ。遺跡のこと、恒星生物のこと、何だって教えてやるぜ。Extra spots that we've already been, and that endless valley where we whoop some ass, and I guess we're taking Gash over to the village of Kindness. If you press the X button, you can see which way Kraman's fleet has went. But enough of that. Let's take this guy home. ここもやられたのか。やられた？恒星生物、あの化け物どもさ。だが、なんで突然。この辺りを調べてくる。悪いが、もう一晩だけ付き合ってくれ。ああ。Thank you.
で、こんなのと一緒に旅をすることになったのか。俺たちシーカーの間じゃ、ドラゴンは神様の使いってことになってる。もっとも、神様なんて世界を守る存在がいるんなら、この村もこんなことにはならなかっただろうね。まあ、帝国じゃ逆の言われ方をしてるし、本当のところはわからんよ。逆？旧世紀を滅ぼした悪魔なんだよ。そりゃそうも言いたくなるさ。奴ら何度も手痛い目に遭ってるからな。まあ、その辺はあんたの方が詳しいか。傭兵とはいえ、帝国にいたんだろ。で、これからどうすんだい。隊長にはクレイメンを追えって言われた。だけどそうじゃなくても隊長やみんなの仇を討ちたい。仇討ちか。まあそれもいいさ。どちらにしてもよほどの目的がないと辛いからな、辺境の旅は。じゃあ、あんたの目的は何なんだ。俺か。聞いてどうする。いや。あるもの。人を探してる。絶対の客人とでも訳せばいいのかな。9世紀の記録にはそう書いてある。絶対の客人。悪いがそれ以上は言えんな。そのクレーメンってやつは砂漠へ向かったぜ。え？そのせいで砂漠の恒星生物がここに攻め込んだのさ。シーカーは死んでも仲間に情報を伝える術を知ってる。この村にいた仲間が残した遺言さ。Got his heel on. Alright. So, I'm going to save. And take a quick break here. So stay tuned for more Panzer Dragoon Saga. And I will talk to you guys later.